というわけで今回はきりたんぽ鍋というものをね紹介したいと思います。ではいただきたいと思いますね。うん、なるほど、これをきりたんぽって言うんですね。こう、うん、食べた感じはね、うん、鶏肉の柔らかさと、うん、チョコな、ほう、初めて食べましたけども、ちくわにこうご飯を盛り付けたっていうか、なんかそんな感じでちょっとしたお餅を食べてるような、なんか不思議なあれですね。うん。で、きりたんぽって確か東北の秋田がなんかのね、郷土鍋というかそういったものらしいですけども、まあ、うん、このね、何とも言えない美味しさがあって、で、うん、こういうのね、うん、なんかこう不思議なね、うん、もちもちっとした感じのお米というか、うん、なんですね。で、うん、野菜がしっかりとシャキシャキとしていて、まあこの前食べたミルフィーユっていう、ああいうものよりこっちの方がいいな。ミルクをこんな野菜のとこ入れちゃダメだよっていう感じなんだけど、私はあの方がいい。で、うん、汁飲んでてもね、そんなに違和感もないですし、うん、なんか餅を食べてるような、なんかそんでちくわみたいのをなんか食べてるような不思議な感覚ですね。でも確かにこういうので、あのね、昔、まあ今もそうですけども、東北の人っていうのは雪が豪雪したりですから、もう雪が降るとね、もう何も動けないですからね。もう雪が出るとある意味長期的な休みになってね、もう仕事もできないし、ね、買い物にも行くのも億劫になっちゃうし、ね、もう雪かきだけで壊れてしまうっていうね、本当これからの時期は大変だと思うんですけども、まあ、なんていうんですかね、そういう中でこういう、こういうものを食べて、まあ少しだけ温まろうというね、まあ、古来からの考え方っていうのは素晴らしいなというふうに思いますよね。やっぱこれある意味その昔ってのはね、今こうストーブとかね、エアコンとかだけど、昔はほらあれじゃないですか、焚き火みたいな囲炉裏を作って、でその中に炭をやってね、そんで温めるっていう方法があったけども、そういうねやり方ですから、まあそういう中でどうやったら温まって
家族全員で楽しいしゃべりができるかっていうの。まあ、そういったことを考えますと、非常にいいなというふうに思いますね。非常に温まるし、このお肉のね、鶏肉の柔らかさっていうのもまた、非常に美味しいなと。で、汁も甘くていいな、味出してるなって感じですね。どうもありがとうございました。